どうも、阿部達でございます。はい、やってまいりました。本日は仮面ライダーガイムの動画でございます。先日4月の6日ですね、6日にですね、新しい、商品の予約開始がされました。ありがとうございます。で、今日はそれについての動画でございますので、ぜひ、ご覧になってみてください。はい、というわけでですね、まず、この新しく予約開始になったものがですね、仮面ライダーガイムの、CSM バージョンの、クレシマセットロックシードっていうのがね、予約開始となりました。で、ラインナップとしては手元にないんですけど、勝ちどきロックシード、こいつのメロンバージョン、そしてメロンロックシード、そしてブドウロックシード、キウイ、そしてこちらでございます、ヨモツヘグリのロックシードと、ウォーターメロンのロックシード、この全6つのロックシードが今回、予約開始となりました。で、それに加えてですね、今回フェイスプレートも5枚あります。うち3つが龍玄で、2つが残月です。で、3つのうちこの3つね、龍玄は、ノーマル、そしてヨモツヘグリ、そしてプロトタイプで、残月に関してはノーマル、そして、ウォーターメロンのガイムガイデンバージョンのフェイスプレート、計5枚となっております。こちら今回ね、ロックシードのボリュームでいうとめちゃめちゃ多いんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、前回ね、ちょっと軽い動画でちょっとそのクレシマセットがね、どういう内容かが判明しましたっていう動画を上げたんですけど、まあ、ちょっとね、不評だったんですけどまあ今回ね、そちらのラインナップが出たということで、僕もね、早速予約しました。予約したんですけれども、6日の日にちょっと予約取るの忘れてしまったので、7日に、昨日ですね、僕今8日に撮影してるんですけど、昨日、予約取ったんですけど、もうすでに二次発送となっておりました。ね、ちょっと聞いて、僕ね、ちょっと、ね、情報仕入れるのが遅くて、いつもなんかね、二次発送なんですよ全部最初のベルトもシャルモンもあれなんですよ、二次発送なんですよ。で、多分バロンも二次発送かなんかで、で今回のやつも二次発送でしょ、全部二次発送なんですよ。何一つまだ届いてないんですねもういろんな人たちが動画上げてる中、僕は何一つ届いていないっていう悲しいやつですちょっと届くまでもうちょっと待っててください。で、僕が注文したこのクレシマセットの、二次発送11月となっておりましたので、もう今年の終わり頃ですよ、届くのが。待っててください、届いたらもう動画上げますので、待っててください。でですね、今回クレシマセットの中で2つですね、ちょっと、ピックアップしたいロックシードがございまして、これはですね、毎週火曜日にそのプレミアムバンダイの中で、なんかその開発者のブログみたいなのがあるんですけど、そこでですね、おっしゃってた内容なんですが、今回その勝ちどきロックシードとヨモツヘグリのロックシードについてなんですけれども、今回こちらの勝ちどきロックシード、メロンバージョンに関しては、これはクリアパーツとかなんですけど、メロンに関しては全塗装でございます。全塗装なんですけれども、メタリックグリーンっていう、塗装になるんですが、接触部分とヒンジ部分がどうしてもやっぱちょっと塗装剥げちゃうんで、成形色になるって言ってました。だからここが成形色になる。で、接触部分ってどこだと思って、こういうなんか開いたここら辺なのかな、まあ表のここら辺はまあ、ちゃんとメタリックグリーンだと思うんですけど、まあ、そういうちょっと色使いの使い分けがされてますので、ちょっと届いてからはしか分かんないんですけど、どんな感じかはちょっと楽しみに待ってみたい。で、次こちら、ヨモツヘグリ、これヨモツヘグリのロックシーズンなんですけれども、はい、これ今見えたと思うんですが、赤いランプがつきましたね。実はですね、このヨモツヘグリのロックシードは劇中ですとここ緑なんですよ。そう、ここ緑なんです。で、僕もこれ当時ね、動画で言ったか分かんないんだけど、これをね、デラックス版買った時にね、ちょっと違和感を感じてはいたはずなんです。あ、赤い、ちょっと予想外、赤かった。ちょっと記憶が定かじゃないんですけれども、赤いんですよこれだと。今回の CSM 版はここが塗装になりまして、ここがクリアパーツになりますので、ここが緑色に光りますっていうのもブログの方に書いてありましたんで、なのでそちらもね、ちょっと楽しみにしていたいと思います。
はい、というわけで今回こちらのですねクレシマセットが予約開始になりましたという動画でございました。で実はですねここからさらに新しいロックシート情報などもね上がっておりますので、そちらもちょっとお伝えできればなと思います。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。そして下に今回のプレミアムバンダイの、サイト、そして私のオリジナルグッズのサイトも、URL 載せておきますので、ぜひ見てみてください。というわけでまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。